ということでやっていきましょうか。どれだどれだどれだ、めっちゃいろいろありすぎてわかんない。あ、これっぽいね。なんかこれっぽい。あ、すごい、なんかすごい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 。お、すごい強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 い。あ、天童くんね、これゲットしましょう。アプリ、あ、絶対あった方がいいやつがいっぱいあった。うわ、めっちゃかっこいいな、この歌。歌がめっちゃいいな。え、待って、えぐいって、これだってさ、ゴアシンドンやん。これあれだよ、これ7000円ぐらいするんですよ。マジ。あ、これか、バトシさんの歌だった。まあ、デッキがこんな感じで、お、いいじゃん。いや、強そうな。なかなかいいんじゃないですか。アプリがしかないけど。でもガンガンミサイルは強いよ、これマジで。いや、これはでもね、あのゴアスっていうキャラクターのとりあえず怖さを知ろう。結構やばいよ。えぐい。初見からするとなんだこれみたいな。やばいやつ、やばいカードが相手の中1枚ある。え、これっていうのは誰かが作ったそのデッキ。いや、公式じゃない。公式、公式だけどめちゃめちゃ完成度が高い。うわ、マジで、マジンプティもいいの。これえぐいぞ。体力がもう違うもんな。体力が27000。急にバトスタやん、やば。これバトスタだね、ほとんど。マジ、あ、こんな感じ、大体こんな感じ。お、強いね、やっぱ一番アップ。クライマックス悟空強いよね。今発動したよ。見た、見えた今のさ。うん、何、キルク長弾。あ、キルク長弾、全員やばくね。レーナ人さん破壊でさ、今これさ、見えてんじゃん、作戦。バトスターこれが見えないんだよ。あ、あれ、何、決定した時点で動くみたいな。そう、決定したら動くから、このさばきっていうんだけど、これが見えないの。だから、相手が何を出してくるか分かんない。それが難しい。難しいよ。だから、タンバリンいても、それが出てくるとは限らないから、それの読み合い、記録をで下げてくるんだよね、こっちの。マジで。だから、ゴア神論っていうのは、ゴアスで記録がつい下げた後に、いい神論でも記録を1本下げてくるから、記録がほとんどたまらない。でも、こっちにはドミグラがいるから、これでサポートで記録をいっぱい回復させて、マカオ不思議で突破するっていう方法があるから、なんとかなると思う。これエナジーマックスだからさ、次マカオ不思議でいっぱい戦闘力出るよ。あ、そうだよね。じゃ次で攻めた方がいいかもね。ああ、いいね。いいね。さあ、で、ここはフリーズなんだけど、よかったね、逆に。今はもっとエグい。これの3倍は強い。あ、おお、いいじゃん、いいじゃん。ガンガン見せる。さあ、来た。行こう。よし、ブルマ下げて全出し。全出し、全員出そう。ああ、いいね、28000。これ来たでしょ。これ来たよ。これ来たでしょ。で、ブルマでパワーアップでしょ。これさ、意外と強いね。これ意外と強い。これ強い。そう、これ父じゃなくてもね、ブルマでいいんですよ。そこの相性の良さですね。さあ、ここが勝負。あ、しかもこれ身勝手の極意まで。あ、大丈夫。メチカブラは関係ない。あいつはエナジーさえ貯めてれば関係ないから、みんな技打てる。あー、いいね。1.3 倍かかったね。いけんじゃない？だいぶ火力上がってる。あ、5日目、5日目。クライマックスチェンジか、まず。これの後に5日目だね。強いよね、これ。これ強いよね。このカードマジで。あ、てか、めっちゃ火力入ってるよ。クライマックスチェンジでダメージ与えられるから。あ、これ5日目だけでいっちゃうかも。さあ、来た。天道のゴッドカメアメハ。え、でもさ、なんか相手さ、アビリティで復活やってるの？いや、あれは2ラウンドだけ。あ、そう。アプリで復活はそのラウンド限り。だから復活ユニットとは違う。強い。強いな。さすが。やっぱね。あー、なるほど。最後はね。最後は。エンターテイナーだから。どこでね。でも多分防御できないよ、相手。ほら、防御できない。いいじゃん。いや、しかもパーフェクト？いや、いいね。決め方がかっこいいね。最後はもうこれで。かっこいいね、マジ。しかも、ゴジータブルーと身勝手の連携じゃん。めっちゃ豪華じゃん。かっこいいね。これが、うわー、すごいわ、これ。しかもブロリーが相手っていうね。いいね。ここがまたいいね。いやー、えぐい、オーバーキルだ。オーバーキルだ、これは。そして最後はロボットで決めると。いいね。
数出たの。うわー、やばー、6万やばやばくない？いう感じで、だいたいまあまあまあこんな感じのデッキが出てくるんですよ。なんか、でもなんか思ったより結構ね、これが使い切れよかったね。鳴らしとしてはめちゃめちゃ、うん、あ、すごいよ、9万ダメージ、多分僕があれに挑戦してる動画はもう上がってるかもしれませんが、そちらもぜひご覧ください。はい、今から撮るからどうなってるかわかんないけどね。ということで、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。